テラスハウス。Jenny's life always seems to be full of the best moves. People back home don't get why she left them. But she don't look back, she don't forget them. はい、おはようございます。ケースケチャンネルのケースケです。ついにこの日がやってきてしまいました。今日、トス最後の日です。まあね、本当にいろんなことがあったなと。今段ボールだらけの自分の部屋を見て思っております。今日最後の練習をしていきたいと思います。とりあえず朝飯食べて最後のトレーニング行っていきたいと思います。またおはようございます。朝飯食べて今からトレーニング行ってきます。この街並みも最後だと思うとすごい感慨深いですね。別に最後のトレーニングだから何かが変わるとかね、そういうことではないと思うので、ただただこれまで通りしっかりとトレーニングをして成長して上手くなって活躍できるように頑張っていきたいと思います。ということでトレーニングバイバイ。ん？何？あなたの。ありがとうね。ありがとうございました。ありがとう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 ね。ありがとうございます。ありがとうございます、ケース君。ありがとう。最高。最高。最高。ありがとうございました。最高。は。行こう。最高。最高。最高。ありがとう。Yeah, we about to have a good day. All my people down the ride, turning up into the sky as fast. Yeah, I'm about to break it down, baby. ありがとう、トスのグランド。 I did anything you want, really just to get a smile real tough. Boy, I get it for my people. Oh, oh, oh. Why don't we don't get a sequel? トスさんです。頑張って。頑張ります。ありがとうございます。トレーニングだ。はい、引っ越しがほぼほぼやっと終わりました。いやー、きつかった。で、今からはトスのね、サガン鳥栖の選手のみんなとはまあお別れの挨拶みたいなことはねできたのでよかったんですけど、まだ、お世話になったトスでお世話になった人たちには、挨拶できてないので、そこに挨拶をしに行きたいと思います。で、そういえば皆さんに報告しなければいけないことがありまして、僕は、トライアウトを、受けることにしました。はい、まあ皆さんね、なんとなくは分かってたと思うんですけど、トライアウトを受けるという、決意をしまして、11月末に、多分この動画が出る頃にやってるのかな、プレイしてるのかな、多分、そうだと思うんですけど、トライアウトを受けていきたいと思います。はい、まあこれまで、サガン鳥栖で試合に出場することができなくて、まあ、やっぱり、このまま終わったら絶対に後悔すると、そう感じたので、トライアウトでもう 120% の自分の最大限のパフォーマンスを見せて、でそのパフォーマンスを見た上で「圭介必要ないよ」って言われたのだったらもうそれは後悔ないですし、ありがたい、ありがたいことに、オファーをいただけたら、そのチームで、サッカーをしたいなと思っております。まあ、やっぱり今一番嬉しいのはやっぱりトライアウトっていうところで、なんだろうな、まあ、トライアウトっていうのは本当にこれからの人生がかかっている人たちが全国から集まってきて、すごい殺伐とした雰囲気になると思うんですね。
いろんな先輩からの話とかも聞いてもまあそうなるという話をされたんですけど、でも今の僕のこの気持ち的にはすごい楽しみで仕方がなくて、っていうのもこれまで公式戦っていうところに出たことがなくて、そういう緊張感のある試合に出場したことがなくて、本当に大学サッカーを終えてからそういう人生をかけた試合ができるっていうところに正直すごいワクワクしてます。やってやるぞと。これはもう YouTube だからこそ言えるとか、あの YouTube だから言ってるわけではなくて、本当に昨日トライアウト、深谷さんは何日っていう日程が来た時ににやけちゃったんですよね。ついに来たかと、ついに本気でサッカーができる、本気でというかそういう本気で試合ができる、自分が出場できる、そこに対してめちゃくちゃワクワクしてます。はい、なので本当に今なんだろうな、不安とかはなくて、純粋にまあトライアウトっていう場所にはな、トライアウトっていう場所を楽しみたいな、楽しみたいなと思ってて、その楽しむ気持ち本当に、楽しみながらやる、まあ、楽しむっていうのはもちろんヘラヘラするわけじゃないですよ。その本気、本気でやるサッカーを楽しむっていう姿を見せればおのずと結果はついてくるんじゃないかなと思ってます。はい、なんか本当にニヤニヤしちゃいました。やったぞと、やっと自分のプレーを多くの人に見てもらえるっていう気持ちで本当にいっぱいです。マジでやってあります。そのための準備をこれからしていきたいと思います。よし、まあそのね、準備をこれまでしてきたので、これまでの準備に僕の中で抜かりは全くないので、ここからですね、ここから本番に向けてあと数日あるので頑張っていきたいと思います。はい、っていう報告でした。すいません、あの引っ越しと引っ越しの合間で申し訳ないです。言わなきゃいけないなと思って言いました。はい、じゃあまた感謝をしてきます。1年間ありがとうございました。ありがとうございました。また来ます。ありがとう。はい、また来ます。引っ越しをはい、ありがとうございました。頑張って、よし、うん。いいじゃん、いいじゃん。感謝感激ダメだられ。じゃあ、感謝。また。試しだよ。また。絶対行きます。どれだろう。J リーグ。次、J リーグのピッチで。応援しに来てください。はい。また明日。それなんです。次はゲーム。よし。はい。挨拶回りというか挨拶、まあ、1軒目がね終わった、あのハンバーガー屋さんにバギーに行ってきたので、次は、ミーティングをしたいと思います。ちゃんとねやるべきことはやっていきたいと思います。今日はコーチングっていうね、僕がやってるコーチングについてのミーティングです。もっともっとね、やっぱり僕コーチングはねすごい意味あるものだったんですよ。なのでまあコーチングをもっともっとこの全国に広めたりだとか、まあコーチングを使ってみんなのね人生がより豊かになるように、頑張っていきたいと思います。こっち側でもね、こっちの分野でも僕には夢があるので、その夢を達成できるように頑張っていきたいと思います。お世話になったお店、食堂トポです。こんにちは。おかえり。ただいます。お疲れ様です。お疲れ。あの最後なので挨拶しに来ました。ありがとう。ありがとうございました。あのチリコンカンじゃください。ちょっと待って。あ、いつもありがとうございました。ありがとうございます。これ YouTube 載っちゃいますけど大丈夫ですか。嬉しい。なんで泣きそうですか。ありがとうございました。やばい、ゲストの私も挨拶したい。ありがとうございました。かっこいい。どこに、どこまで、東京です。栃木でなんかあるんですけど、栃木に行ったりして、
ユージチームほど上手くないから俺も出直しようかな。じゃあ進ます。おおおおおえぐユージチーム見てる、ちゃんと見てる。なんか年の人はみんな剣玉ができるみたいになる、なるこれこれ一発で決めたらすごいかっこいいよ。かっこいい。多分これ一発で決めたらみんなトポ来てくれます。おやったろうじゃん。おうわいくらに入れちゃった。おかしいわ。1回で入れちゃった。違うから、違うんだよ、違う。そう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 、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。トポティーをいただきました。トポティー、これを見てる方々、ぜひトポにお越しください。そんなに素敵な空間がお待ちしております。はい、帰ってきました。で、あとは風呂に入って寝るだけです。まあ、本当にね、トスってめちゃめちゃ暖かいなと。もう見ていただけたらね、この動画を見ていただいている方にはね、もう十分伝わってると思います。まあ今日で最後というか、まあ明日の飛行機で一旦、まあ、トライアウトが栃木にあるので、栃木の方に向かっていくんですけど、いや本当に最後、いやいろんな方と会えてちゃんと、感謝を言葉にできてよかったです。これからも、まあ、あの今回でトスっていうところからは一旦離れてしまいますけど、またトスに来た時には会いに行きたいと思います。今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。じゃあおやすみなさい。